しゃだったこれ絶対タイですわ。皆さんこんにちは、中島重則です。今回はタイカブラの実況を行いたいと思います。2014年、ジャッカルが満を持してお送りするのがこの、ビンビン玉スライド。オリジナルのビンビン玉のヘッド形状を元に、超低摩擦のフッ素樹脂 PTFE パイプをセットしたんです。この PTFE パイプはリーダーの摩擦を抑えるために研究を重ねて選ばれたものです。テストではもう数々の大物とのファイトでもラインブレイクゼロを誇る実績、削れや破損も少ないんです。スカートを取り付けるパーツは、誘導式の元祖ともいえる、ガイドサービスセブンの協力によりセブンスライドを採用。誰でも簡単に素早く交換できます。またスカートやネクタイの、カラー設定をも一新し、実調で実績の高いものをラインナップ、全国各地の、釣り場をカバーできるものを備えました。お、食った食ったホールで、よっしゃー。ホール中のバイト取れるのが誘導式めっちゃ利点ですよね。うん、首振られても安心感がめっちゃありますね。今ジャンプして逃げるところでした。みんなスライドの 60g で、20m 近く巻いて、でホールさせる途中にもね、ロッド率はあるぐらいゴン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 っていうホール中に投げてきました。はい、嬉しいですね。嬉しい一匹ですね。